こんにちは、大西です。今日も日本語から英語への発想転換を一緒に練習しましょう。今日の例文はこの機械動かないんですっていうことですね。はい、日本語はですね、結構主語が省かれていますよね。もう語順も人それぞれアメーバー上にね、全然語順もみんな違う点でバラバラに話しますが、英語は型が決まっているので型に当てはめていきましょうね。はい、英語はまず主語決めますよね。この機械動かないんですということは、この機械を主語にしましょうか。This machine、 うん、この機械は、はい、動くっていう動詞なんでしょうね。動く、この場合ですね、この機械が動くっていうのは機械が働いてるってことなんで work が使えます。そしてこれ今の状態を指してると思うので、ね、今この機械動かない、日頃じゃなくて今この機械動かないんですって感じだと思うので、時制を現在進行形にするわけですね。現在形は日常習慣的なことですね。進行形は一部の時間を切り取っている時なので、まあ、進行形しましょうね。 This machine isn't working。 はい、この機械は働いてません、つまり機能してない、動いていないっていうことになるわけですね。はい、これも一つですね。あとはもし I を主語にするのはどんなふうに言えると思いますか。 I、 はい、主語を変えてみる練習ですね。うん、この機械動かないってことは私はどうなんだろう、私はこの機械を使えないんですね。なので can を入れて I can't、 ね、私できませんと。 I can't use this machine って言っても、結局機械が使えないって言ってるので、機械が機能しない、使えない状況は伝わりますよね。はい、という感じでですね、はい、一つのことを伝えるにも、ね、主語を変えてみるっていうのは一つの手なんですよね。はい、This machine isn't working、 この機械は動いていないよ今、働いてないよ今、言ってもいいし、私は使えないよこの機械を、言ってもいいですよね。はい、そんな感じでですね、一つの物事を言うのに、私だったらどう言おうかなっていうのをね、楽しめるようになってくると表現力が上がりますからね。はい、英語は型はしっかり決まっています。ただ言い方はね、主語を変えてみるとかって、そういうね、遊びはできますので、はい、ぜひクリエイティブにね、やってみましょう。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。